セ・リーグ屈指の好打者と称されるハマのスラッガー佐野啓太選手。今回はそんな佐野選手の面白いエピソードを50個紹介いたします。面白い動画になっているので最後までお付き合いください。2019年のオフシーズンに大学時代の同級生の方と6年間の交際を経て25歳の時に結婚。奥さんは大学在学中にアスリートフードマイスターの資格を取り、佐野をサポートしている。フジテレビ長島優美アナウンサーが、私の主人の妹の旦那さんが、横浜 DeNA ベイスターズの佐野啓太選手なんです。義理の弟に当たりますと佐野と親戚になったことを明かした。DeNA の加藤勝は19日、自身のツイッターにチームメイトの佐野とテレビゲームを楽しむ様子をアップ。披露された佐野の熟練ぶりが、めちゃくちゃ面白い、これがキャプテンのやることかよ、キャップ畜生すぎとファンの笑いを誘った。2人で人気ゲーム、マリオカートを楽しんでいる際、前を走る加藤に対して佐野が、やばいよ、逃げないとと悪魔のささやき、直後に3つの緑コーラをすべて的中させた。加藤は投稿に、佐野さん害悪すぎる…と綴っている。そんな佐野は2022シーズンオフ契約更改の際、来季の目標をゲームにちなんだ死んだ回と掲げるなど、大のマリオカート好きとして知られている。2023年シーズンから中日から加入する強打を大好きなゲームマリオカートでマキラと共に歓迎する計画も披露した。マリオカートでおもてなしじゃないですけどレベルの高さを見せたいですとにやり、強打に負ければ僕たちはぬるま湯の中でマリオカートをしていたんだなと気づかされるかもしれないですと笑わせた。移動時間などでテレビゲームマリオカートを楽しむ佐野、桑原、マキはマリオカート軍団と呼ばれている。2022年2月にゴールドマリオ、バルイージを使って三島さん、桑原さん、山本、牧、千野たちと対戦していた。高勝率を誇り、将来の目標はマリオカート対戦で有名な YouTube、サワヤンゲームズへの出場だと語った。佐野、桑原、牧ら、マリオカート軍団は、2022年シーズンより YouTuber サワヤンゲームズの動画内で恒例のポーズ、デスター社を本塁打パフォーマンスに取り入れた。これがファンからも大好評で今では横浜名物となっている。そんなサワヤンゲームズの2人は横浜スタジアムで行われた広島戦の始球式に登場。まずは兄の沢が佐野と対戦。2球目を佐野が大きく振り遅れて空振りを奪い、体感球速230キロは出ていた。デスターストレートと笑みを浮かべた。続いて弟のヤンは牧と対戦。内角高めの球で内野ゴロに仕留め、攻めの投球ができたと振り返った。2020年の春季キャンプ、練習前の円陣では上半身のウェアを脱ぎ、皆さん何事もしっかり準備しないといけません、僕は自主トレジに準備不足で日焼け止めがちゃんと塗れてませんでしたと自身の日焼け跡を披露。前側と後ろ側で色が違う不気味な腕を選手に見せつけ大きな笑いを取っていた。2023年本拠地開幕戦を迎えた DeNA は大掛かりな仕掛けの開幕セレモニーを行い、観衆を驚かせた。オープニング映像が上映されると、頂への青き一本道をテーマとした演出が行われた。グラウンド上には光り輝く巨大な山が出現、その頂点に輝く一番星に向かって佐野が飛び降りた。燦然と輝く山の頂点に向かって佐野もファンの皆さんのために飛びますと一本道を華麗にスライディング。全長150メートルの大掛かりな仕掛けに球場全体も大きく盛り上がった。実は佐野は高所恐怖症で、人生で一番怖い経験でしたね、とこのセレモニーを振り返っている。高いところ嫌いなんですけどね、まあでもやってほしいというのであればやりますよ、ファンの方々も喜んでくれるでしょうしねと怖いながらにも引き受けていた。2021年シーズンオールスターに出場した佐野、エンジンの声出しを任されると、はっけよい、バグったバグったと相撲の立ち合いをもじって壊れたロボットのような動きをする一発ギャグを披露した。流れで行くことになった。せっかくなので面白い盛り上がるようなことをしたいなと、試合前からセリーグベンチを盛り上げてた。2021年の契約更改では4000万円増の年俸1億1000万円でサインした。支配下ドラフト9位以下指名の選手の1億円突破は後藤光隆に続き2人目で、セリーグでは初の成り上がりとなった。そんな佐野はいつか1億円は行きたいと思っていたが実感が湧かない、9位で入団シューエウェイ下克上下克上と、今思えば9位で入ったのが良かったのかもと語っている。大学時代の恩師ギバ監督は、タイプ的には人に偉そうな態度を取るようなこともなく純真な性格、でも悪い言い方をすればはっきりしない一面もあった、自分の中にあるものを表現することがうまくないというのでしょうかと佐野の性格について語っている。佐野にはムードメーカーとしての一面がある。ラミレス監督はかねてあまり知られていないかもしれないが、佐野はミーティングで重要な役割を担っているんだと語っている。試合前に戦略等が一通り伝えられると、最後に佐野に発言が求められることが多いのだという。そこで佐野は、セミが人間の大きさになって鳴くと…といった雑学を披露して場を和ませる。佐野自身もそうした振りに対応できるよう、常に新たな小ネタを仕入れていた。2019年チームメイトの上里とトークショーに参加した佐野。女性人気が高い仲良しコンビによる初の企画に集まったのは約100人。神さんだったからやりやすかったですと佐野が言えば、上里も佐野だから OK しましたとおどけていた。上里さんを車に乗せて球場に行っていたのですが、いつも助手席で寝ているのに寝てないアピールをしてくる。寝ても構わないので認めてほしいですと佐野は取材で上里との微笑ましいエピソードを明かしている。
2020年のヤクルト戦で神里と並んでお立ち台に上がった佐野。なんとか神里さんを返せることができてよかった。毎試合のようにチャンスで回してくれるのでありがたいです。と話せば、神里は走者で二塁に行けば佐野が返してくれるので、塁に出れば佐野が返してくれる。と持ち上げ返して横浜スタジアムのファンを盛り上げた。小学校1年生の時に彦崎野球スポーツ少年団に入り野球を始め、野球経験者の祖父のアドバイスで一郎や松井秀喜を参考にして2年生の時に左打ちになった。中学校は岡山市立灘崎中学校へ進学。同級生たちはみんな同じチームに入りましたが、佐野は友達が行くところには行かん。一人で頑張れるところにする。みんなと言ったらなーなーになると言って、厳しい練習で知られる倉敷ビガーズを選んだ。中学3年の時、倉敷ビガーズは全日本中学野球選手権大会に初出場を果たす。佐野は130キロ前後の直球やスライダーを投げ分けるエースとして君臨していた。高校は広島広陵高校へ進学。広陵高校では2年次から控え内野手としてベンチ入りし、後に捕手へ転向。3年夏の選手権広島大会では3回戦で本塁打を打つも試合は敗退し、在学中の甲子園出場は叶わなかった。175センチほどで足も特別速くはなかった。投手として勝負できない。持ち味の打撃を生かすため1年秋から野手に転向しベンチ入り。広島大会で連覇を狙った2年夏は二塁手として出場も3回戦で敗退し、新チームでは副主将に就いた。プロに行きたいんだったら捕手をやった方がいい。強打と強肩を生かすために中井監督がコンバートを言い渡したが、ワンバンを止めるのが下手で、ここぞという場面では後ろにこぼすのを恐れて直球のサインしか出さない。合わんかったんやろうねと広陵高校の中井監督は当時のキャッチャー佐野を振り返っている。ただ仲間からは一目置かれており、厳しく言うタイプではなかったが、運を言わせない練習量と打撃技術、野球で引っ張っていた。テストでは出題傾向を踏まえ、要領よく得点を稼いでいたという。高校時代の同僚は、全体練習後は一度もバットを振らない。ウェイト上にこもり、筋力トレーニングに精を出していた。誰一人、同じことをやるやつはいなかった。今みたいに情報が多い時代ではない中、柔軟に考えながらやっていたんでしょうね、と佐野の努力を称賛している。その広陵高校には、2年先輩に有原浩平、福田周平、1年先輩に上原健太、2年後輩に太田光がいた。このメンバーで、甲子園出場すらできなかった。佐野も、良いメンバーも集まっていたのに、上も下も知っている限り、そんな代はない、と語っている。明治大学に進学すると1学年上の高山俊の打撃に衝撃を受け、高山を目標に練習量を増やしていく。2年次から東京六大学野球のリーグ戦に出場。主に一塁を守り、4番打者を務めたこともあった。3年秋と4年春にはベストナインにも選出された。在学中にはリーグ戦で通算63試合に出場。打率2割7分、6本塁打、33打点という成績を残した。このような活躍から晴れてプロ志望届を出すと決めた佐野ではあったが、その前途は決して明るいものではなかった。ギバ監督からは正直に厳しいかもしれないと伝えられていた。ギバ監督としては佐野を捕手として育ててプロを目指させたいと考えていたが、佐野は一番自信のある打撃で勝負したいとこれを断っている。ドラフト会議で佐野は何位でもいいからプロに入りたいと強く願い、指名を待ったという。開始してから早々に同期の柳裕也が競合の末、中日から1位指名され、さらに星友也がヤクルトから2位指名を受けた。大いに盛り上がる明大野球部。佐野は同級生の指名に笑顔を見せたものの、どこか心ここにあらずであった。佐野は2人の指名が終わってから1時間ぐらいですかね、いよいよ難しいのかなって周りもそう感じていたんじゃないかと思います。本当に人生で一番苦しくて長い時間でしたし、だからこそ鮮明に覚えているんですよね。各球団の選択終了のアナウンスと画面が出るたび、心が折られていくようで何度も折られました。本当に怖かったし、もう思い出したくないですよ、と当時の心境を打ち明けている。メンタル的に限界と思えた頃、運命の瞬間は訪れた。各球団が指名を終える中、 DeNA が佐野を9巡目で指名。爆発するように歓喜に沸く明大野球部の仲間たち。佐野は嵐のような祝福の中、安堵のため息をついた。支配下登録選手としての指名では全体で87人中84番目、セントラルリーグでは最後の指名であった。この指名に際しては明治大学の OB でもあるゼネラルマネージャーの高田茂が代打としての佐野の適性を評価したとされている。2019年まで主将を務めた筒香嘉智がオフに MLB に移籍することが決まり、新たに佐野を主将に指名した当時監督のアレックス・ラミレスは、主将に向いているレベルを10段階で表すと、8から9ほどあると語り、佐野のキャプテンシーを高く評価している。元プロ野球選手の佐々木誠は、母方の叔父で、叔父おい揃って NPB の首位打者、最多安打のタイトルを獲得している。佐野は佐々木の現役時代を直接知らないが、西武時代に日本シリーズで活躍したり、日米野球に出場した姿は映像で見ており、同じ左打者としてすごい選手だったんだなと憧れていた。野球を直に教わることはなかったが、サイン色紙に初志座鉄と書いてもらったのを今でも覚えている。プロの世界ではおじさんのように率も残せて長打力もある打者にと抱負を語っている。一方、佐々木の方は甥っ子がプロ入りするとは考えていなかったようで、佐野のぼえみさんは兄はドラフトにかかるのは無理だと思っていたようです。だから DeNA の指名にはびっくり、入ったからには奪ってほしいと言っていました、と明かしている。
2020年シーズン、プロ入りを初めてセ・リーグの規定打席に到達、打率3割2分8厘で首位打者のタイトルを初めて獲得したほか、1軍公式戦106試合の出場で20本塁打、69打点という成績を残した。2021年シーズン、2年連続の打率3割、自己最多の72打点を記録、怪我による離脱もなく、自身初の全試合出場を果たした。2022年シーズン、首位打者こそ逃すが、161安打を放ち、自身初となる最多安打のタイトルを獲得、左翼だけでなく、一塁の守備につく試合も増え、最終的に133試合に出場し、3年連続打率3割、キャリアハイの22本塁打を記録するとともに、主将としては前年の最下位から2位に躍進したチームを引っ張った。外野で2度目のベストナインにも選出され、球界内からの評価も高く、栗山監督も佐野の能力とチーム内でのキャプテンシーを高く買っていたが、右肘の故障もあり WBC の代表に選ばれることはなかった。2019年9月3日、雷雨により試合が中断し、そのまま雨天のゲームとなった際に、ベンチからわざわざスパイクを履き替えてダグアウトからフィールドでダンスパフォーマンスを披露した。このキレのいいダンスは、チームメイトやファンの爆笑を誘った。実は佐野が以前にホモビデオに出演していたという噂が流れている。真実かどうかは怪しいところだが、映像の中の男が佐野とそっくりらしい。今回は佐野啓太選手の面白エピソードを50個ご紹介いたしました。皆様はどのエピソードがお気に入りでしたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録だけでいいので、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。